街行く人に学歴を聞く YouTuber vs 教育ママ。今日も街行く人の学歴を聞いていきまーす。よいしょー。でもこの街、バカ多そうだな。おい、やめとけよ、お前は。あの、すみません。はい。今皆さんにある質問をしてるんですけど。あ、この動画見たことあります。あ、知ってます？じゃあ、早速聞いても。B よりの A。あ、塾屋じゃないです。カップ数は聞いてないんで。でも今の回答的に、高卒確定。おい、失礼だろ、お前。ちょっと失礼な。違います。あ、失礼しました。おい。高卒はさすがに言い過ぎたか。高校なんて出てません。中卒？最終学歴、中卒ですか？はい？何言ってるんですか？あ、違ったか。最終学歴、中卒。ちょ、何言ってるかわかりません。あ、小卒の可能性もあるの？違います。あ、失礼しました。では、改めて質問しますね。あなたは、何大ですか？ 48 の大。中卒だ！中卒のプログラムでよく見るやつ。じゃ、そちらのあなたは？あ、僕ですか。僕は一応、引率です。あ、そちらは保護者の方？あ、引率じゃなくて。じゃ、引率ってことは私と同じっていうことですよ。あ、だから違いますよ。引率っていうのは、その漢字の話を聞かない。え、僕が？それで結局、あなたはそんな、人のことをバカにできる、自慢できる経歴を持ってるんですか？自分は京都大学、京大です。中退だろ、おいおいおい。京大って、そんなにすごいの？まあ、正直言って、奥さんとはレベルが違いますね。ほら、言い過ぎだろ、やめとけやめとけ、こら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 。そんなに？50メートル何秒？まだそこが基準なんだ。私5秒8。ほいやまあ、脳の作りでは、奥さんに負ける要素はゼロですけど。そこで戦いたいのか、お前。はい？私だって脳の回転は早いですよ。おしゃべりで勝負しますか？はい、いいですよ。My brain is better than you are. もう英語はかわいそうだろ。バドゥン。中学生の終わり方。やっぱ中卒ですよね。だから中卒じゃないです。え？じゃあ、奥さんの所属してた科は？長い一科です。科じゃなくて、大学の話なんで。しかもそれ、最終の学歴じゃなくて、今もでしょ？全課程は終了してます。全課程を終了みたいに。その過程を終えても、大学の過程と違って、何も得られない。博士号を取得しました。博士号みたいに。コース選択を間違えて。もういいです。うまいこと言うな。中卒に負けてられないんじゃない？全課程は、家庭内暴力が原因で終了してしまって。あ、それは勉強より難しい問題ですね。お、うまい。いや、難しくないです。基礎問題で終わり。基礎問題？あとは毎日の復習ってね。まあ、中卒にしてはうまいですね。だから中卒じゃないです。じゃあ、最終学歴で学んだ科は何ですか？家じゃなくて、科ね。おい、追い打ちかけるだって、おい、ほら。前科ですかね。え？引率？だだだだチャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。